その後の長い歳月を被爆者として生き、はい、生活し、はい、また教職に就かれて、はい、教育実践をやってこられたわけです、はい、被爆したことがご自分の精神生活にどんな影響を与えたかですね。そうですね、一番最初はやっぱり思春期というか、見にくい状況顔がね、それで辛いという思いがありましたね。その寺子屋式の学校があって出かけて行ってるけども、その恥ずかしいからここはあの南方なんか行って小平太さんが暑さ焼けにこう切れをね垂らしてる、そういう風にあれして学校に通ってるんだという友達もいましたし、それからまあ原爆に遭ってるんだからって分かってもらえればいいけども、その小さい子なんかじろじろ見たりしたら、そのなんか辛い逃げ出したりというようなね。そしてまあ学校へのちに行くんですけども、学校で授業してて、その時たまたま資料館を生徒たちと一緒に見に行って、女子の生徒たちがその時に、今晩怖くて寝れないというね、テロであの標本とかなんとかいろんなの見て怖がってて、でふっと自分が教壇に立ってて、生徒の前に立ってる、生徒たちは自分を見つめてるという時に、生徒たちの複雑な思いを感じて教団から逃げ出したいというような気持ちもあったりしましたね。でしばらくその最初は何の気なし自己紹介のつもりで原爆にあったんよとかいう話をしてたけども、そういう喋ることとか意識することをもう意図的に避けて、ね、まあ教職をやっと苦労して病気もしたりして教団に立ったんだけども、その逃げやめるわけにもいかない、でもう意識的に意図的に逃避、心理的な逃避をねしてたかもしれませんね。で当分はその、原爆とかを考え前を思う前という語る前という時期が続きましたが、そういう中でまあやはり友達がねいろいろ問いかけをしてくれたりして、まあ、心ある友達がいろいろやっぱり平和運動したり、いろんなことをしている、そういう友達がふっと訪ねてきて、君は高校で教えてるんだろうと。でその生徒たちはもうすでにだんだんその戦争や原爆を体験してない世代が物事を意識する時期になってきて、で心ある人たちは体験の継承というようなことをね考えてた時期ですけども、その、まあ、友達文学作の友達たちがやってきて、で戦争を知らない今の、君がその接してる生徒たちは原爆戦争についてどういうふうに思ってるか言って聞いたんだけども、その時期私は逃避してましたから、即座に答えられなかったんですね。でそのことがまたもうその一時に何かが始まったわけじゃなくて、まあ自分が毎日生徒たちと接してる、そして自分は被爆者である体験をしてる、そうするとそのあれほどの体験を悲惨な状況とか苦しみをやっぱり伝えなければいけない、そしてその、一般的にじゃなくて目の前にそういう若世代がいるんだ、それを自分が語らなければならないという思いが、まあ、いろんな経験を経ながら長い間かかってそういう気持ちになっていって、そして、まあ、そういうたまたまそういう時期に
原子爆の実験場へヨットで乗り込んだりしたあのアメリカのバーバラ、ね、レイロンさんというあのクエーカーの信仰厚い人たちがあの広島長崎の被爆者を、引き連れてキャラバンを組んでっていうような国の人たちに伝えていこうという平和巡礼を始められた。それたまたまあの加わってみないかと言われて、で自分もまあ何かねこれから始めようということで、自分も何か平和のために役立つことがあればやらなきゃいけないかなということで、それがまず第一歩だったと思いますがね。でそのいろんなアメリカヨーロッパ回って、でそこで原爆のことはよく知られてるけども、放射のことなんかあんまり知られてないし、から原爆のことがあの教科書に載ってないということをあの感じさせる場面がありました。あのアメリカでは人権問題が、黒人問題なんか非常に教科書に載ってないと。日本ではあなた方は被爆国の、ね、あの先生たちだし、あの被爆国の人たち教育の場ではね、そういうことをよく語られて教科書にもたくさん載ってるでしょうと言われて、そうですそうですね言っとったけども、果たしてどうだろうと思って帰っていろいろ気になって調べたら載ってないというようなこともあって、まあいろんな先生方仲間とね、体験を伝えていくと、体験継承していこう、あるいは教科書に載っていないなら自分たちが適切を作っていこうと、そういう運動で原爆教育とか平和教育という形で、あのだんだんこう実践を続けていったわけですね。やはりその平和巡礼に参加されたというのが一つの転機。そうですね、あのさっきの、まあ、自分が語れなかったり、あの世代のことを理解してなく知らなかったというちょっと思いと、それとあのたまたまそういうことと、それからまあ自分のその被爆ケロイドのこととか、それからあの何ですかね、結婚問題とかいろいろありますね。で結婚して子供が生まれた、それがまた一つの励みだったですね。新しい命がまたそれを慈しまねばならない大事という喜び、それとそのそういうのもいろんなものがたまたま重なって、で一時にこう転校みたいなのがあったわけじゃなくてね、あのじわりじわりいろんなことをやってきたと思いますね。